タジオ出演者が食べたことのないご当地グルメをホイメンがガチンコで探します。愛知県の蒲郡市にやってきました。蒲郡市は温泉やマリンレジャー、テーマパークなど観光客の方にとても人気な場所です。そんな蒲郡市で今回もレッツ発掘、地元の女性が貴重な情報を。メヒカリですかね。メヒカリ、メヒカリの唐揚げです。魚ですね、これぐらいの小さい魚です。給食に出てくるぐらいなので。あ、じゃあもう本当に地元の人に根付いてる、まあ、食べ物ってこと。そうです。メヒカリを調査すべく蒲郡海鮮市場さんへ。どういう魚なんですか。私のね、父や母が子供の頃から食べてる深海のお魚で、はい、淡白でさっぱりしてて臭みがないお魚なので、はい、とっても食べやすくて、はい、骨も柔らかいので揚げると骨まで食べていただける唐揚げがとても人気なんですね。はい、どれくらいのお店で食べられるものなんですか。居酒屋さんだったりだとか、お食事やってるとこだとか、もう蒲郡はどこ行っても召し上がっていただけるお魚ですね。蒲郡を代表する食べ物っていうことですね。そうです。なるほど。メヒカリの唐揚げ、揚げたてでございます。揚げたてのね、すごいいい香りがしますよ。見た感じ、なんか本当に身が詰まってる感じがしますね。うん、美味しい。あっさりしてますね。カラッと揚がってて、なんかふわふわで。深海魚のなんか定義が僕あんま分かんないですけど、味としても癖がほとんどないですね。本当に美味しいふわふわの白身魚っていう感じです。今回指名するのはユージさん。メヒカリ食べたことありますか。